はい、新年明けましておめでとうございます。お昼間は花屋さん、夜はゲイバー、たかしのお花畑、2024年でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。昨年中は大変お世話になりまして、本年も何卒よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今年はですね、久しぶりに実家に帰らせていただきまして、はいはい、もう今年は何ですか、雪が素晴らしく降っておりまして賭けじゃん。もう大変、年老いた母がね、一人暮らしておりまして、はい、屋根の上に雪が恐ろしいほど積もっております、はい、寒いですね、本当に。未来予知ですか。はい、ありがとうございます。もう浮かぶんですよ、光景が。ということで、はい、こんね、雑談みたいな感じで、はい、一発目をやらさせていただきたいと思います、はい、タバコ吸いながらでよろしいですか、新年早々。よろしいでしょうか、すいません。はい、はい、なんかずっとお店の中が寒い寒い言ってたじゃないですか、なんか寒すぎてクレーム入るみたいな。うんうん、あの25日のクリスマス、あ、25日じゃない、23か、はいはい、24日日曜日が休みで、うん、23の日に、まあもちろんあのお釜の店にクリスマスって結構あの皆さん見えないことが多いので、大体暇だって分かるんですよ、はい、暇だって分かるんだから、まあ、人もいないっていうのもあるんですけど、うん、寒い寒いって言って、もうお客様も脱いだダウン羽織る、毛布下にかけるストーブガンガンにかけるのに、くっそ寒くて隙間風で、で、あの美助さんがね、あの一回あのオイルヒーター、オイルなんていうのあれ、マルチダイナミックヒーター、うん、鉄板を温めて、そうそう、その空気を温める、そうそうそう、なんかあのなんで加湿器もいらないし、はい、乾燥しないっていうことで、うん、5万いくらでしたっけ。そうですね、すごい良いっていうことで私も買わせていただきまして、うん、はい、お店に一回あの置いたんですけども、うん、まあ本当にその周りに近くにこうスーッと寄ったらあ、うんうんうん、あったかいかもしれないって言いながら、絶対に店全体は温まらない、でみんな凍えるようにそれって速攻取り外して、で何回も見つけちゃんにメールして、うん、ねえねえ、私設定間違えてないよねって、これワンワン熱くなるこれからかなって結構待ったんですけど、ちょっともならないからすぐ取り外して、あのファンヒーターに変えましてね、ブンブン回したんですけど、やっぱりこれだよねっつって、で私家に持って帰ったんですよ、うん、店に置いてもしょうがないからって、で私の部屋だったらあの大きさだなってちょうどいいなって言ったじゃない、みつけ、だからまあ部屋にちょうどいいかと思って、うん、まあ、部屋に私も置きました、うん、で置いたけど、そう、本当よ、全然高くならないし、しかもね、私ほらあの水槽ヒーターバンバンやってるじゃん、うん、あれをカチャってつけた瞬間にブレーカー上がるっていうね私ね、あそこのマンションにまあまあすんだけど、こんだけで結構ね、電気ねマックス結構設定上げたのよ、あのなんていうの、ブレーカー上がらないように、うん、設定上げたのにそれでも上がったっていうね、パーンって、すごいな、あれすごい電気代食うんじゃない、エアコンと同じぐらい。嘘だ、エアコンと もう一個のあれつけてもならないのに、あれパッとつけた瞬間にバーンって上がってくるのか。そんあれ他のやつつけないです、あれ単品でつけますあれと、もう一個電気のヒーターみたいなつけてる、つけたの寒い、最初すぐに暖かくならないじゃん、あれみんな言ってた、電気代すごいって言ってたよ、うん、お客さんが。俺でもそんなに、まあ家が小さかったのか、俺の部屋の。最近でしょ、だってあんたも、うん、でもまあこれからじゃん、電気代来るの。1ヶ月目は来ましたよ。7000円ぐらいかな。うち電気代いくらだと思う。いや、家だよ。やばいと思う。家。魚のヒーターずっと切ったでしょ、うん、冬場ね、4万来た。やばくない？4万、うん、誰か盗まれとるんじゃないかと思うなんですか隣の人に穴開いてませんか。まあ、つけっぱなしだってね、もう死んじゃうといけないから、うん、で水槽でしょ、うん、すごい、あの水を温めるヒーターが一番電気代食べるんだって。 そうですよ、うん、そこでやっとんのにさ、あんた鉄で温めとるじゃんまた無理と思って、今家にドーンと置いてあるのですいません、5万円持って回収しに行きます。そう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 、本当にすぐに来て、新品同様だね、はい、2回しか回してないから2回回してるけど、1回店で1回ヒーターあのね、ブレーカー上がってるから、もう新品です、廃棄ですね、本当にありがとうございました、本当に。で、今日はあの隙間風が多いってことで、うん、多分うちの店、はい、
だテープ買ってくれたじゃん、はいはいはい、うん、あれを貼る2900円のテープを買って届きましたんで、今日見つけちゃんにやってもらって、はい、もしかしたらねすごい威力発揮するかもよ、うん、テープね、いやテープ可能性ありますよ、そうよ、めっちゃ高いじゃんって、うん、であそこの扉の前がすごいんですよ、ね、寒いんだよね、風が来る、うん、おかしいな本当に。てなことで今年もね、はい、新年からねもうまあまああのお花のですね予約いただいてて、うん、大きい仕事で、だからもう本当に、ね、もうまあまあちょっとドタバタしてますけど、うん、だいたいちょっと1月2月水商売結構暇だって言うから、そうなん、うん、だからまあ新年明けてからまあまあ飲みに行こんくない、うん、だからまあのんびりと、うんうん、お正月気分でそうね、あのやっていけたらいいなと、でこで去年も今頃何のんびりちょっと時間を作ろうと言ったけど、まあ何の時間も作れないまま1年、早い、本当に早い、この間のようじゃない、あの、うん、この間話してたの見つけが沈宅した時だよ、そうじゃない、もう経つの、そんな、そう、あ、去年の正月の時に見つけが書き初めするって沈宅したんだよ、俺はあんたチンコっつってママいや見つけが沈宅したでしょ、あん時から1年、もう1年だよ、早い、早いんだよ、早い、あれから見つけの沈宅見せてくれ見せてくれって、もうほんとたくさんの方来ていただいてね、あ、ちゃんとお金取りました、うん、ちゃんとお金取りました、お金取ってないけど私渡すぐらいでほんとごめんねってもうお酒飲んでるのにってこんな店カブトムシの幼虫じゃないよってうんってなことで、ああもう1年か、早くない、うん、今年は何かしたいのありますか、今年はですね、まあ、特にないんですけど、まあほんと現状維持というか、あのまああの多分私来年今年の終わりから来年にかけて2025年、はい、あのすごくあのいい年になるっぽいんですよ誰情報あのいろんなあのこういう統計学だったり、はい、いろんなものを読んだりするとやっぱりこう回るじゃないですか、うん、でも大作家じゃないけど、まあ、悪い時も3年あると、うん、でちょこちょこあるんですよ、はいはい、でちょっと前が私あの2月までがとっても人気があるっていう人気運、はいはい、何やっても人が寄ってくるって、うん、確かにと思って、それからもう終わるよって7月で終わるって言って、うん、確かに終わったと、ね、そっからあの11月ぐらいまではあのなんていうかさ、ちょっと調子ついたりする時だから、うん、あのあうーんみたいな、だからちょっとこうあんまり良くないんですよ、でそこでしたあのちょっと蓄えて一生懸命準備をしたら次に花開くという年ですよね、はい、私はこう下準備、はい、いろいろ例えばオンラインの花だったり、うん、もう地味だけどもずっと下回しコツコツと今年をやっていこうということをねテーマにして、あのやたらと新しいことに挑戦しない、ああしてもあのコツコツと地味に、うん、はい、土台を作ると、うん、そして2025年に羽ばたきますわ世界へ、はい、世界じゃない日本へ、日本でここにいます、はい、そんな感じで今年は地味にコツコツとやりたいと思います。オンラインは2月からはい2月からやらせていただきまして、あのまあこんなようなアレンジの形ですけども、はい、これは正月用ですけども、ちょっとおひな祭り、あのひな祭りもありますしね、ちょっと可愛らしいちょっと菊とかいろんなものを使ってあのアレンジを作りたいと思います、はい、まだちょっと登録していない方はぜひ、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。花屋の公式 LINE ができました。 QR コードか概要欄からご登録ください。今日はでもほら美助さんとあのガチャガチャ行くっていう約束だったじゃん、はい、うん、でもそれ売れちゃったんでしょ。売れちゃった、うん、でも1個美助買ってるじゃん。1個あります。もう開けずに待ってる私ってすごくない？すぐ開けるあのままが、うん、ちょっと見せてよ、うん、これだってなんか いくらだったこれ1個1500円だっけ。1500円、高いんだよ。ガチャガチャ1500円もするの、すごいですよね。これなんと私が可愛がっているベタのフィギュアらしいじゃん。お花が邪魔で見えてないから。お花が、お花が何、お花後ろにしてママの手を前に。 OK、 なんかそれが土台になるらしいんですよね。あ、なるほど、うん、怖いな。へえ。あ、
なんか説明書ないですか？説明書ある。こういうの読まない子なのよね。勘で作る子、いつも。で、いつもネジがちょっと余る。あれ？っていう。これだ。これに、わかった。これに、ん？頭、体か。体、うん、で、下に。これ。それ。困ります。4箇所でもこうっすよね。こうじゃなくて、うん、いいや、それで。え、なんか緩いな。はい、できました。もうちょっとここの土台がもうちょっと豪華だといいよね。まあそうですね、うん、ちょっとガチャガチャの限界を感じます。あーごめんなさい、こうやって壊してくるな、私が触って。まあ、でもグラデーションとかめっちゃ綺麗じゃないですか、うん、まあ1個でいいかよかった。全種類制覇するルートだから、うん、こんな感じで。あ、でも可愛いですね。可愛い、うん、これちょうだい、1500円で買うから。あ、やだ、あげるつもりで。あ、くれるの、ありがとう。あげるつもりで買ってください。あ、いいいい、そう、うん、いい感じ、うん、でもベタのこんなないもんね、うんうん、まずその点はいいかも、うん、何種類あったんだ。4種類あったよ。4種類、うん、集めたかったわ、どうせなら。でも4種類集めるとだったら普通に4種類出て6000円だよ、うん、電買ったらあんた1万超えだよ。でもいいわ、そんなに集めんでよしっていう。よ、ちょうど売り切れとってよかった。あ、うん、やるもん、私絶対にやる。欲しいって言ってます、うん、フルムーンブルー&レッドかな、うん、あとイエローブルー、こえ恋ベタ、うん、マスタードイエロー、うん、だからこれが一番、まあ恋ベタがよか、恋ベタが良かったかな。ああ、まあ別に何でもいいんだけど。ありがとうございます。はい、なんか最近買い物とか行きました？行ってない。買い物何もしないよ。買い物って私だって忘年会であんた3めちゃくちゃ誓って、うん、今年だってほら買い物って私あれ買ったじゃん、あのバイク。そうだ、そう、バイクがすごい高かったイメージなんですけど、30万ぐらいかな。すげえな。そんな車買ったりする人もいるじゃん。まあまあ、でもそのバイクはあれですね、免許なしでの。そうそうそう、電動自転車の、電動自転車とキックボードを足してみて逃げたかった感じ、うんうん、焦げないんですよね、チュアリン焦げて、うん、でも完全なるバイクだよ、見た目。うん、うん、なんかちょっと見させてもらったら、うん、おっしゃれじゃない、小錦さんも買ってたっていう。あ、そうそうそう。あ、違うだ、あけぼの、あけぼのか、うん、あけぼの、あ、違う、小錦だ。どっちだ。あ、小錦、うん、乗ってた。あ、体重は OK なんだと思って、うん、限定10台だよ。限定って言葉に弱いな、まま弱いね、本当に。それなんで買おうってなったんですか？お客さんも買ってて、うん、その時は酔っ払ってたから、うん、よっしゃれっつって、免許いらないよとかで、やだすごい欲しいじゃんこれっつって、そこのそれでポチってしちゃったんだよ。あ、買っちゃったと思って。そかそか、前も免許返納したからないんだ。うん、でミスキに行ったら次の日からもう返品しろ返品しろってミスキがいいから、カードで買っちゃってるから切っちゃってんのよもうっつってね、うん、来ちゃったよもう家に。で今のところ来てどんぐらい経ちました？まだもう一つ月ぐらい経つかな。あ、何回乗りました、うん、何回乗りました？あ、駐車場のままブルーンと乗って、あれ違う、ナンバー取りに行かなきゃいけない。あ、そうなんだ。そう、それ行ってないのよ、バタバタしちゃって。で保険入んなきゃいけないし、うん、来年から自賠責、うん、上がるんだって。そうだから長めに入った方がいいよって言われて、あ、もう今年終わっちゃうじゃん、怪我だけせんように。本当だよね、うん、なんか毎年これやってるみたいなことないですか？多分神社も毎回行くじゃないですか、まあ、うん、神社は行くし、ルーティーン的な、まあ、今年何するみたいな、ま、毎年あるんだけど、まあ、ノートに書いて、はいはいはい、こうしましょう、うん、こういうふうになれたらいいな、お、うん、こんなことしたらいいなっていうことをまあ書いて、はい、まあ、私あんまり今年あんまり変わってないんですけど、まああのまあ、現状維持で、あの、まあ、固めていこうという、地道に。その紙ないんですか？いやだ。それでノートに書くんですよ、まあ、うん、
で、まあ、ちょっと去年はまたあのほら彼氏とですね、はいはい、あのお別れいたしましたので、うん、あの別に仲悪いわけじゃないんですけど、うん、まあ、それをそれとってやっぱりちょっと何ですか、あの一人がいいなと思っててましたけど、はい、やっぱりこの寒くなってくると、うん、やっぱりちょっと誰かいたらいいなっていう人肌が、人肌はそうですね欲しいので、ちょっと今年もうちょっと誰かいないかなってちょっと頑張ろうかなと思うけど、どうなんだろうね、なかなか難しいな。もうだって彼氏募集中ですってさ、前もやったでしょ私、はい、YouTube で、うん、誰かメッセージくださいみたいな、うん、やったじゃん。で覚えてる、見つけちゃう、うん、一通も来なかったねそれ言わない方がモテましたよね、彼氏募集中って言わんときに付き合いませんでした。そうだった、一、うん、人ぐらいいてもよくない？2万人よ、その時まだ1万1万何千人の、うん、まあ、こっから前に増えたら取って取って取ってで結構ゲイの子も来てくれるの、うん、あのちょっともうこう高志ママに会いに来ましたって、そうゲイの子も、はいはい、うん、まあまあイケメンとかさ、うん、来てくれるのよ、うん、いやすごいタイプと思って、うん、でご飯食べに行こうとかさ、はい、それ誰でも言うわけじゃないんだけど、うん、LINE 交換しんとか言って、うん、だけどああうんでどんな子がタイプなのって聞いて、あ全然違うと思ってそっかまたねとかってでもまあ付き合えることは付き合えるじゃないですか、誰と。まあその前の彼氏もそうですけど、うん、うん、でもやっぱ前の彼氏は奇跡みたいなもんだよ。まあでも前の彼氏も変わってましたもんね。確かにやっぱね、ちょっと変わってる子じゃないとね、うん、ついてこれんし、私もなんかワクワクしないのかもしれん、うん、なんか不思議とかっていう、やっぱなんて言うんでしょう、家でチクチクやってる子が、うん、オタク系がいいね、うんうん、家でカリ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 さ、うん、あの漫画描いたりするとさ、うん、すごいこうあずっとやってるの、うんうん、みたいな、でちょっと寝てテレビ見てお腹すいたってガラッてまだやってんのあんたっていうそれぐらいのね、好き、うんうん、食べてないでしょご飯みたいな、行こう早くとかっていうな、それぐらい没頭できることだったらいいですね。そうだからオタクって結構好きなのよね、うん、明るいオタクよ、明るい、暗くてもいいわ、どれぐらい暗いの暗さによる、うん、明るいオタクも鬱陶しいな、うん、でもなんか多分ママのこと好きですって来てくれる人は何人かいたじゃないですか、うん、でもそれに多分刺さらんかっただけで、うん、求められてはいるんじゃないですかね本当まあそれ期待して今年も頑張るわ、うんうん、でも多分ママタイプじゃなかったら全然記憶残ってないでしょ、うん、確かにいや記憶は残ってるけど、タイプじゃないからもう言わないじゃん、そういうこと。あ、でも喋ってて面白いから友達ね、うん、みたいな感じだけど、うん、そうね、まあ彼氏も狙いつつと、うん、まずその、まあ、好きになることがなくなってきてるので、うん、そう簡単に、うん、あって思ったらでちょっと喋るとあちょっとなんか違うかとかさ、うん、なんかそういうのをね、昔はもうそれぐらいなんともなかったけどさ、うん、今ちょっとなんかあ顔とかスタイルはさすごい広いんだよ、うん、ガーって窓口広いんだけどそこがキューって年のせいでこう縮まるっていう年だな、うん、難しい、なんだろうな。でもそういう話をホモエさんと肉の工事肉代さんと、うん、3人でわちゃわちゃしながらした動画が1月の中盤に、そう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 、ぜひお楽しみに。あのあれだったね、ちょっと私の番、私にも出てもらったじゃん、うん、で肉さんとこはさなんか違う話だったけどさ、うん、私のとこってもうなんかあれ本当肉屋さんに申し訳ないぐらいの下ネタオンパレードじゃない肉屋さん、肉屋さんああいうこと言っていいんだと思ったし、うん、怒られるかと思ったけどさ、ちょっと調べたら、うん、そういう下ネタとかあんまなかったですね。ああやだいけないじゃあちょっとなんで新たな一面も見れるかもっていう、うん、そうそうそう、初体験はとか言ってたじゃん、なんかもうそんなこと言っていいのかってぐらいのね、うん、本邦初公開って、あ本当言ってたもんね、うんうん、お楽しみしてくださいませ。ああ最近みすけさんの何プライベートどうなったのあれ、あ ちょこちょこ、いやもうでも落ち着いてきましたかね。 あ、ありがたいことにあの就職というか会社に入らさせていただいて、ちょっとお猿さんかと思うぐらいあったもんね。そうですね、うん、今は ないの、うん、ないの、
何も普通に買い物行ったりとか。あ、へえ、うん、まあちょっと彼女になるとかそういうことでもなく。うん、そうですね。うん、また美月さんもちょっと彼女にあの会ってさ、あの楽しいし会うんだけど、ちょっと彼女かなって言ったらちょっと違うみたいなね。うん、うん、多分なんか脳みそが女性脳じゃないですけど、うん、多分共感性高いな感じで、うん、その女子会みたいな感じになる、うん、それな。ああ、なるほどなるほど、うん、これ可愛くないみたいな感じだとね、みつけも、あ、でもこうでこうでこうでさとかってね、うん、あ、分かるわみつけ、そういうの、うん、ずっとそれで話して一緒に乗って、なんかあの喋ってくれるもんね。普通の男の子って、はよしろよとかさ、そういう感じ、もういいわなんでもとか言うけどさ、うん、でもそっちの方が可愛くないです、うん、とかみたいなね。あ、無駄話をずっと、なるほどなるほどなるほど、そういう気楽な子はいるんですけど、うん、まあ彼女みたいなのは、うん、ね、私もそんな男すらいないわ。うん、一緒に買い物行ってさ、どんどんこのでみたいな。なんかインスタでいませんでした、今日は彼氏とデートみたいな、ご飯、昔のね、あ、イケオに、うん、お客さんね、あ、うん、うん、ダーリンって呼んで、向こうもハニーって呼んでくれてるんだけどいい関係、うん、結婚してんのよ。あ、そうなんだ、うん、だけど、あの、あ、ダーリン久しぶりみたいな、うん、あ、ハニー久しぶりだねって言って、うん、横に奥さんおるみたいなその奥さんのこと私は、何よ、またお前スケ連れてきたの、お前のスケって言ってで、奥さんが、私はいつもスケなのねってまたスケ連れてきた、お前はっていい関係仲良しよ、うん、まあそれぐらい、うん、まあでもだんだん本当たまに会ってさ、あの、会ってもまあ何ら変わらず1年とか2年ぶりでもなんか、や、久しぶりであんなことのころって言ってさ、うん、ご飯食べるみたいな、普通に、うん、そういうのはね、大事よね、うん、うん、一緒に語ってみたいな。そうね、まあ、今年はいっぱいまた友達もいっぱい作って、うん、どうですか、うん、去年もできました、なんか友達欲しいって言ってたじゃないですか、うん、だからでも友達まで行ったら失礼だけど、本当 YouTube でさ、本当来てくれるじゃん、うん、だからその人と本当仲良くなってさ、うん、もう本当贈り物とかもさ、本当柿と広島の方の柿とかさ、うん、この間なんかあの東京の方だけどお肉屋さんやってらっしゃるんだけど、うん、その方がね、あの、あ、ホルモン焼きモンモン、うん、ホルモン焼きモンモンって東京なんだけどさ、うん、もう去年も送ってくださったけど、またあのすんごいお肉くださってさ、もうまあ毎年この季節になると来てさ、来てくれて、そうまたお肉送るねとか言って、なんとか牛のなんかあるじゃん、あのほら、あのマグロでもさ、あの一番の競りみたいなやつでさ、何千万とかで買ったりする、でもなんか大阪行って今日そのなんか一番の牛をおろしてきたらしい、取ってきたらしいよ、なんすっごい高い値段で、それをまたお客さんに配るんだって。あ、縁起物ね。そうですね。なんだろうね、あのシステムね。なんで一番目のね、あの柿とかこうなリンゴとかさ、うん、何十万、ね、何百万とかさ、うん、メロンとかさ、うん、どうね。ぜひ来てください。ね、ぜひ東京で。はい、うん、でひろみちゃんもまあ2月には東京行くって言ってるしね。あ、そうなんだ。うん、元ゲイバースタッフの本家のそうそうそうヒロミさんね、そう言ってるし、まあ皆さん大活躍で、まあ、タケちゃんも女子大でお店やってるし、あ、うん、まあ、去年はまあバタバタしましたけども、うん、皆さんが新しいことに挑戦されて、そうですね、なんだかんだみんな巣立ってというか、そうね、うん、うん、まあ、私はまた一から頑張るわ、一から、一からじゃないか、またいつものように頑張るわ、うん、ちょっとね、お花の仕事を増やしていけるといい、ね、そうなんですよ、ちょっとお花をね、ちょっとあの頑張っていきたいなと思って、うん、お花を頑張る年にしたいと思っております、うん、うん、バンバン花屋というのを出していって、うん、そうね、やらせろと一回私にやらせろとセンスを見てくれと、うん、うん、うん、一回やらせてくれって言って、うん、頑張りたいと思います、ね、お仕事も募集してございますので、はい、そうですね、はい、また YouTube も頑張って、そうですね、はい、行きたいと思いますので、ちょっと週一ぐらいになっちゃうかな、そう、うん、もう見つけがね忙しいもんですからね、ちょっと頑張って編集したいと思いますけど、そうですね、はい、あの週一は必ず出すように、うん、はい、はい、していきたいと思います、はい、皆様今年もよろしくお願いいたしま す。それでは2024年たかしのお花畑よろしくお願いします、またね。